心の翼なくさぬように。美しい歌が聞こえてきた。聞こえていた。振り返らず進む道。ボートから遠く離れた辺境の地。うっそうとした茂みの向こうから。この奇跡を称えましょう。天使のような歌声が。脳を揺さぶるような尊い音色が。俺を導くかのように木々にこだまする。声を合わせ。ちゃんと振り仮名振ってくれてる。最高じゃねえか。ユーザー本位。あ、やばいぞこれは。だからこそ向かわなければならない。やばい。もう肌色しか映ってないもん。肌色しか。いやー YouTube。 いやーニコニコは多分アウトだな。 YouTube 大丈夫かな。それは俺の使命でもあり。おい、魂を引きつけるほどの魅惑なのだから。これはあかんやつや。草場が仕事してますね。悠久の鐘が鳴る。そして歌のクライマックスを終えた時、目の前に広がったのは美しい景色の水場と。これはダメだ。書いてないだけで出とるもん。これはダメだ。怒られるやつや。一糸まとわぬ歌姫の姿だった。彼女は突然現れた俺に息を飲んだが、俺の息は止まっていた。みるみる顔が紅潮していく。その白い肌も また薄紅色に染まる。失礼する。止まっていた息をようやく吐き出すと、俺はその場に正座し、今まさに叫ばんとしている彼女に深々と礼をして、ちょわー思いっきり自分に目つぶしをした。彼女の慌てふためくような叫び声を遠くに聞きつつ、俺はその場に突っ伏す。なんで確かに。覗かれたと思ったら、突然ね、目つぶしして倒れたからな。推し姫の裸を見た以上、目をつぶすのは必然。意味がわかんないんだけど。ポーション、回復ポーション。そんな便利なものが。慌てふためいて叫びまくっている彼女の声を聞きながら、俺は思う。クレリア様は慌てている時の声もとても可愛いな。押せる。と。おお、始まりの遺跡で最高の出会いを。冒険編第1章。俺の名はチェスター・シルバー。浮遊大陸国家アトラスティア王国の冒険者だ。おう。探索中に推し姫の歌声に誘われて向かってみると、そこにいたのは大ファンのクレリア姫だった。しかも全裸で水浴び中だったので、ファンとして当然の行動を取ったら怒られた。声も可愛かった。以上、説明終わり。おう、グラディウス・デ・アスト・アトラスティア、通称クレリア。おう、栄光の姫君。ポーションっていいな。どっち？見えますが、また潰さなくては。なんでよ。推し姫の顔を30センチ未満で見てしまったら潰すべきなんで。潰さないで、
超貴重な回復ポーションを使ったんだから。ブレリア様が言うなら。ん？私のことなんて。ブレリア様。何その呼び方。すごいすごい、なんか汚物を見るような目で。すいません、うっかり厄介ファンのような呼び方をしてしまって。厄介ファンってもっと普通に呼んでほしいわ。割とめたい要素とかもあったりするんかな、この感じで。この感じでいくと多分そんなになんか世界観世界観しとるわけじゃなくて、結構ジャンクな感じのテキストではあるね。プレタン。あんまり変わらない。そんなまさか、一部の限定ファンのみに許される。ブレッチョと呼べ。誰それ、私そんな風に呼ばれてるの。ファンクラブでは割と普通に。ファンクラブなんてものがあったのも驚きだけど。クレッチョはないな。それで、あなたのお名前は。会員ナンバー09、ナンバーズの一人、チェスターシルバーです。どうしました。すっごく気になる情報が2つもあったんだけど。どれだろうどれだろう。会員ナンバー09、何人おるんやろうな。何人おるうちの09なんだろう。ナンバーズっていうそのあれだな、多分1から9までのあれがおるんやな。桁、一桁台のナンバーズっていうあれが。でチェスターシルバー、名前、こいつは有名なやつなのかな。まずナンバーズって何。そっちか。1000人を超えるファンクラブの会員の中でも最高位のファンのみが名乗れる一桁ナンバー。俺は前任パン屋のエドワード氏から譲り受けたのです。ああなるほど、襲名制かえ、あのエドワードのパン屋さんの。クリームパンが美味しい。はい、奥さんにバレたらしくファンクラブを泣きながら引退しました。あ、新しい知らない情報がどんどん出てくる。姫の活躍を陰ながら見守るのこそ、我らクレリア様ファンクラブですので。まあそれはいいわ、あなたの名前。チェスターシルバーです。ですが別に俺は認知が欲しいわけではないので。そういうんじゃなくて、それってあの伝説の英雄クラン、オアシスの紅のチェスト。100年の長い眠りから目覚めて世界を救おうとしてるっていう。ああはい、姫に比べればゴミみたいな名声ですが、それが俺です。そんなすごいやつなんか主人公。ゴミじゃない、伝説の英雄、100年前の大英雄の一人。100年前のすごいのより今の素敵な姫の方が何倍も偉いと思います。比較が重い。どうやらクリリア様には俺たちの熱い思いは届いていないようだ。ファンクラブの同志諸君、俺は頑張って伝えていくぞ。まあそれで、どうしてこんな場所に。ああそうでした、国王様からの依頼で姫様のクエストに合流してサポートしてほしいと。お父様が。どうして。俺は当ててクレア様、クレリア様を抱き寄せる。間一髪。どうした、今まで姫がいた場所に遺跡の壁の一部が落ちてきた。そんな危ねえとこで何やっとん。かなりの重さであったが地面には、かなりの重さであったのか、地面には亀裂が走っている。ありがとう。いえ、この後腕を切り落とさなければ。なんでよ。一階のファンがクレリア様を抱き寄せるなど万死に値します。重い、ファンの愛重い。やばいな、こういうのがあれだよな、厄介なファンになってくんだろうな。憧
憧れの英雄様との出会いがこんな形なんて。おほほ、ブレリア玉？とりあえず玉はやめて、あと重すぎる扱いも禁止。ですが、おし姫からのお願いよ。ファンの心への一つ、クレリア様のお願いは絶対。また重いのが出た。クレリア様っていうし、重たい内容だし。わかりました、クレリア姫様、クレリア姫様。ただ姫様相手の礼節は尽くします。それはそうね、うん、良きに計らえ、なんちゃって。俺の腕の中で照れながら満面の笑みを浮かべるクレリア姫さん。そんな笑顔を見ながら俺は思う。今死ねたら死にたいと。ともあれ、これからよろしくね、ジェスター。しかも推しからの認知&呼び捨てである。すでに俺の尊さはマックスであり、このまま消えてなくなりたいレベルだった。それで姫様、どうして俺のことを？そんなの、お城の人ならみんな知ってるわ。100年前の大英雄が城下町にいるって。なんか大きな使命があって眠りから目覚めたんでしょ？そうです。そっか、俺はとっくに知られていたんだな。すまない同志諸君、ちょっと優越感を覚えた。俺を許してほしい。ジェスターは私のこと、いつから？俺は5年くらい前に目覚めて、新しい世界でのんびりしていたら、王城で定期的に開いている演奏会でたまたま姫様が歌うのを聞いてたんです。国民のみんなを元気づけるための王家イメージアップアイドル活動の一環ね。すごいプロパガンダやな。はい、めちゃめちゃ元気をもらって、俺が目覚めたのはこの歌を聴くためだったのだと思いました。重いけど、伝説の英雄様に喜んでもらえてたならよかったわ。おお、ダメだ、笑顔が眩しすぎます。美しくて泣けてきた。その下からすぎる態度はあれだけど、ちょっとずつ仲良くなってね。この5年間ずっと推していた姫様にこんな風に言われたら胸が苦しくなる。これが尊さが極まるということか。それにしてもお父様ったら心配性よね。こんな遺跡の調査、私だけでも大丈夫なのに。さっきは地震もありましたし、何か問題でもあるのかもしれない。空中浮遊都市なのに地震って、またおかしな話やね。遺跡はところどころ傷んではいるが、凶悪な小石モンスターがいるわけでもない。マナ娘が単独でクエストに向かったから心配して暇をしてた俺を向かわせた。そう思っていたのだが、姫様の足が止まる。通路の先が先ほどの地震の影響で崩れて通れなくなっていた。瓦礫と遺跡の壁、植物が入り込んで道を塞いでいる。俺は手近な瓦礫に触れた。それだけで小さな石が上から落ちてくる。これは無理に進もうとすると壁が崩落してくる恐れがあります。触れただけでわかるの？俺の時代にもこういう遺跡は結構あったんですよ。へえ、やっぱり英雄たちは大冒険をしていたのね。昔の経験のおかげで姫様の機嫌がとても良くなったようだ。ありがとう昔の遺跡、ありがとう昔の冒険。別の道を探しましょう。遠回りになるかもしれないけれど。そうね。そして姫様にとっては今がまさに大冒険なのだろう。その浮かれた様子に俺もすっかり気分が良くなっていた。遺跡の中を歩くとこと数十分、俺たちはさっきの水場に戻っていた。さっきの地震でかなり難易度が上がってしまいました。そうみたいね。
もともとかなり複雑な作りの遺跡だったのだろう。それがさっきの地震の影響でさらに複雑化していた。崩れた床や天井、触れるだけで危ない瓦礫、そしてあらゆる場所に存在する隠し通路、何か重要なものが眠っている遺跡であるのは間違いない。この水場を拠点にする感じ？その通り。冒険で困ったらまずはベースキャンプ作りです。なるほどね。姫様は俺と探索できるのが嬉しくて仕方ないといった様子だ。王も信頼されているとファン冥利に尽きるというもの。むやみに不安にならないでいてくれるなら過去の名声というのも便利なものだ。どんなベースキャンプ作るの？昔は魔法でポンだったんですが、今だと地道に木々やツタを使って。魔法でポンって？姫様は興味を持ったとはいえ、実は俺も原理はよく分かっていない。100年前の仲間に凄腕の魔法使いがいまして、あ、多分タイトルの右上に載ったやつやな、だきっと。と俺が言いかけた時、お呼びとあれば即参上です。噂をすれば頭上で声がしたと思ったら、上から何かが降ってきて派手な水柱が2つ立った。あ、何何？姫様が慌てていると、なんか足りる。ここであったが100年目ですよ。どういうこと？すごいやん、刀持ってる。刀、右上のやつじゃなかったし、右から 2番目のやつ持ったな。そういうバッチリ100年やもんな。水柱から出てきたのは水浸しでも美少女な金銀の二人組だった。ジュリエット、アンジェ。ジュリエットとアンジェって伝説の金銀の双子姫？ジュリエット。はい、初めまして、クレリア姫様。私が妹のジュリエット・ジルベール。聖銀のジルエット、ジュリエット・ジルベール。うちが姉のアンジェリーク・ジルベールやよ。方言だ、方言。和装なだけあるな。二人が100年前と変わらないノリでニコニコと挨拶をしていた。時代背景どうなったの？そう、二人は100年前のクランメンバーだ。聖銀のジュリエットと金霊でいいのかな、のアンジェリーク、どちらも凄腕の冒険者である。ところで100年ぶりにいかがですか、チェスターさん。私と姉さんのヌレスケセクシーショットは。左はともかく、左はほぼ水着だし右は透けてないし、もう風情がないな。二人とも水浸しなのでその素肌や下着がすっかり透けて見えていた。相変わらず素晴らしい、ごちそうさま。二人ともあっけらかんとしたものですぐに100年前のノリを取り戻す。伝説の英雄が3人も。姫様はすっかり興奮してしまっているようだ。悠久のカンパネラ。アイキャッチか。